竹下敦史です、今日はね、私の、クラシックギターのメンテナンス全般を担当していただいてます、王さんでいいのかな、島村楽器の、二子玉川店の王さんに、弦のね交換をお願いいたしました。この人がまたねすごく丁寧な仕事をする方でね、非常にいい弦交換をしてくれました。ちょっとね聞いてみてください。今までと違うんですよ。マジックです。私たちプレイヤーをね本当にサポートしてくれる素晴らしいリペアマン、私のリクエストに応えてね、このブリッジ部分のね弦の張り方をねちょっと変えてもらったんです。今までですと、このね巻き方が1回少なかったんですけど、ちょっと弦の張力、引っ張る力ねが弱いように感じたんで、ちょっともう一回巻いてもらえないかなっていうリクエストをしましたところね、リクエスト答えてくれて、全部もう一度これ二重巻きダブルで巻いてくれたんですけどね、それによってねこう明らかに違う、サスティーンが違いますね。本当にね、それ自分で弦張れますよ。張れますけど、私が張るよりもはるかにいい仕上がりが、ありがとうございます。今日はね、このヤマハの私が愛用しております、G150D ですね。これも50年前のギターですよ。これのメンテナンスを、いたしましたので、明日はですね、ギブソン USA のプロショップである、お茶の水のね、近川さんに、レスポールジュニアの再調整をお願いしに行こうと思ってます。まあ音楽三昧ですね。明日は木曜日燃えるゴミの日なんで、今日はね燃えるゴミ出してきました。それではまた、かっこいいギタリスト竹下敦史がお送りしました。それではまた。おお、やっぱりいいね新品の弦は。それではまたお会いしましょう。 See you soon。